TSS では広島で生まれた赤ちゃんにこちらの初めて箱をお届けし、赤ちゃんの誕生を祝い子育てを応援しています。そんな初めて箱をお届けしたお子さんから募集した動画をご紹介するつぶやきベイビー、今日はどんなつぶやきが聞けるんでしょうか。最初に登場するのはルイト君、もうすぐ1歳。おじいちゃんが投稿してくれた映像です。もめんの許してください、ごめんなさい、これも破きませんから、破きませんから、もうやりませんから許してく、あ、やりませんから、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、もうやりません、やりません、ごめんなさいって読んでいいのかな、いいのか、あ、ごめんなさい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 、やりもう今破きませんから、すいませんって読んでいいのかな、読んでいいのかな、これ読まないと眠れないんだよね、見たいんだよね、あ、んあ、え読んでいいの、いいのいいね、あ、んいいの読んで、あ、ごめんなさいごめんごめんなさいごめんなさい、いやもう破かないからごめんなさい、いいってことで読んでいいの、あ、涙拭いてくれんの、あ、拭いてくれんだオッケーね、これ泣き落としがこれが一番だね、すぐ騙されんだから。続いて登場したのはいぶきくん、こちらも間もなく1歳。2人のお姉ちゃんに囲まれすくすくと成長しているようですよ。これ変じゃないよ、これね、ネゾアートって言うんだよ。これひいばあちゃんが作ってくれた洋服でさ、可愛いでしょ、いい感じなんだけど、でもね、実は僕ね、ジャイアンツファンだよね。あ、いいよひいばあちゃん全然気にしなくていいからいいよいいよ、大丈夫大丈夫っていうかさ、本当は僕ね、サッカー選手になりたいんだけど、あ、いいよばあちゃん全然いい、あ、満足してるから大丈夫もうナレーションの、ね、キャラクターがもう全開で、はい、そうなんですね、バーって出ましたけどね、はい、ジャイアンツファンかどうか分かりませんので ね、 そうなんですね、はい、どんな道進もうとも、はい、ネゾワートいいですね、可愛い、そうですよね、楽しいですよね、はい、本当にね、うん、もうすぐ2人とも1歳ということで、はい、ありがとうございます。さあ、皆さんからの動画も募集しています。初めて箱をお届けしたご家庭ならどなたでもご応募いただけます。はい、可愛い動画などぜひこちらまでお寄せください。お待ちしています。